くださいますフローリストの皆さんをご紹介しましょう。花キューピッドインストラクター、愛知県岡崎市花のデパート花徳加藤雄一郎さん、そして和歌山県新宮市森製菓店森進さんのお二人です。どうぞ拍手でお迎えください。加藤さん、そして森さん、今日はよろしくお願いいたします。そしてここで私や会場のお客様に分かりやすく解説をしてくださいますコメンテーターをお招きしたいと思います。コメンテーターは花キューピッドインストラクター、長野県北作郡軽井沢町 SK 花企画花澤茂さんです。皆様拍手でお迎えください。花澤さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。花澤さんは公式審査員でもいらっしゃいますよね、はい、先ほどのセミファイナルも真剣にご覧になっていましたが、いかがでしたか？緊張しますよね、見てる方もずっとハラハラとしてるので、ね、きっと今ある選手の皆さんはきっとほっとなさってるところではないのかな、ね、本当に素晴らしい作品が、ね、たくさん、ね、作っていただきましたもんね、はい、そして今年のフラワードリーム2011も盛り上がっておりますね、はい、いかがですか？ね、もう今あのジャルカップの方を、ね、ちょっと審査させていただいたんですが、本当にあのレベルの高い、完成度の高い作品がいっぱい出るようになりましたね。またどうぞあのジャパンカップの素晴らしい作品、ね、ご覧ましたか？はい、小さなお子さんとすごい真剣に見ていたりとか、いろんな角度から皆さん写真を収めていたので、ね、本当にね、心が洗われるような作品ばかりですよね。そして今日はですね、まず今花束を作っていただいているんですけれども、はい、30分で2作品というと時間がとても短いイメージなんですが、いかがでしょうか？そうですね、でももうあの慣れた2人、ね、インストラクターですから、きっと素晴らしい作品を作ってくれるんじゃないでしょうかね。今日の課題、はい、お花について教えていただきたいんですが、どんなものを使われているのでしょうか？はい、ね、森さんはアスパラかな、ね、あのふわっとしたアスパラが入って、はい、森さんに聞いた方が早いのかな。森さん、今日の花材はどんなものを使われておりますか？見て、あ、はい、そうか、さっき言ってたので僕に聞くなって話したことは、はい、でもなんか本当に武装さんに持ってるような感じですけども、いろいろ考えながら多分作られてると思うんですよね。今はこれはどんな作業といいますか、どういった感じですか？あの先ほどもこちらの方で花束を作られましたけども、あの選手の皆さんね、20人がみんな素晴らしいあのスパイラルというこうねじっていくような方向性のある花束なんですけども、はい、多分その、あのスパイラルというところで作られているんでしょう。すごい華やかであり、はい、もう生命というか花のね、あの力を感じますもん ね最後どういう風な形になるのか、ね、楽しみですね。はい、きっとあのガラスの角度素敵にね入るんでしょうね。そうですね、はい、そして加藤さん、はい、はい、花材はどんなものをお使いなんですか？今日はですね、お店にあったお花でもうちょっと夏っぽい花がやっぱりいいかなと思いまして、はい、めちゃくちゃ暑いですから、はい、めちゃめちゃ暑いから暑苦しい花にしようかなと思って、ひまわりをメインに。まあ、各国も結構暑いですからね。本当ですよね、はい、きっと暑い作品が作っていただけるんじゃないでしょうかね。夏らしいというか、本当季節を感じるような雰囲気でもありますね。そうですね、今スリムだとかひまわりとかね、今夏の最盛期を作っていらっしゃいますからね。でも花束を作る上で主役をまず決めるのか、はい、どういったところからインスピレーションというかを考えますか？ね、それはちょっと聞いてみたいですよね。いろいろね、あのハートもですよ、あの花を素材を生かした部分とあと花瓶に合わせる部分というのは多分きっと作者の方がねきっとあの考えていらっしゃると思うので、聞いてみましょうかね。はい、はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。さあ森さん、作業中申し訳ございません。はい、今日の花束を作る上でのポイントなどはありますか？はい、ポイント
出かけりゃいいか出かけりゃいいか、はい、スケールの大きさは感じますもんね。その紙紙にやっぱり小室さん合わせてる、こまごましない、こまごましない、もう大胆に行こうと。そう、出かけりゃそれなり出かけりゃそれなり、でかいということは、はい、小さくもできる、はい、大きいっていうのは小さくすることもできるし、うん、でこの出会いといいますか、うん、わけのわからん素材が集まって、なんかわけのわからんようなこのような、あ、どうでしょうか、大きいですよね、大きい花束になりましたね。だからあまり作らない、格好つけない、ただそういうものが集まって、それものがその人らしい花、その人あげられる方のイメージとしてこういうものを作っていけば、出会いというものが自然とできるように思いますが、出会いを求めて、はい、はい、どうでしょう、花束を。それで一応カッコつけてこういうニューサイランの軸でここを縛ってみるとか、結構強いんですよね、森さんね、すごい強いですね、普段使わないものを使ってみる、そうすることによってまた新しいものが生まれるような気がします。こういうことです。今日もね、本当多くのね、まあ、アーティストを目指す方もね、来ていらっしゃると思いますので、本当参考になりますよね。もう森さんもね、かなり本当にこういうコンテストにものすごく出されておられましたね。はい、今はちょっと引退しましたけど、本当に全盛期素晴らしい作品を見させていただきました。はい、では斬新かつとってもかっこいい素敵な花束ですよね。ね、これどういうシチュエーションでいただいたら嬉しいですか。おお、存在感がありますね。森さん、これは完成ですか。はい、まあ、本当無造作にね、だから束ねてるようだけども、きっとバランスを見ながら作ってくれたと思いますよ。なんかこう作られたというイメージじゃなくて、投げ入れした感じというイメージが取れますもんね。はい、広い空間にこの、ね、花束が一つあったら本当インパクトがありますよ ね、はい、またこの黄色の中に、そして緑の中にちょっとしたアクセントで、この色の表現というのは青紫といいますか、なんて言うんでしょうね、この花というのは、ね、アスパラがあって、雪柳があって、ニューサイダーがあって、ゲットがあって、こうなんかこう和と洋を一緒に束ねてるんですけど、そのグリーンのグラデーションが綺麗ですね。そうね、はい、多分無造作に入ってるんですけど、濃いグリーン、薄いグリーンと線の柔らかいグリーンとね、はい、で無造作に入れてるようですが、すごく素敵な花束です。投げで、見えますね、はい。そして加藤さんにもね、伺っていきましょうかね。じゃあ加藤さん、はい、お待たせしました。待ってました。はい、はい、どうぞ。普通の花束を今日はわざと普通の花束よりによってあんなでかいの作られると思わなかったので、ちょっと困惑しました。対照的ですね、ほんとそれぞれに、ね、可愛らしさとインパクトとありますもんね。それぞれ感じる。例えば、普通の花束で、まあ、こうやって入れれば普通の花束なんですけども、よくまあ、お花屋さんがいるとか、ね、お花屋さんが、まあ、こういう、これ枯れた枝があったので、ちょっとちょろちょろっと束ねてみたんですけども、こういった土台をいつもは手に持ってね、花束を作るんですけども、今日は先に作っておいて、ここに差し込むような感じで、例えばお客様、皆さんがお客様だとしたら、この花束も枯れても、この土台はもう枯れてるから、これ以上枯れないんですね。じゃあこの花束をまた買いに行ってもらえれば、またこうちょっと何て言うか違う花が楽しめるというか、ご自分でアレンジもできますし、今こうやって上に乗せただけでもさっきの花束とこんなイメージが変わってきますね。で、なおかつ、ちょっとこういうので、やっぱりこう、つなぎをね、できるそうね、できるそうですね。
外と、まあ、車走ってる時とか常にお花のことを考えてるね。そうですね、寝ても覚めても花のことを考えてないと思って、いろんなところにヒントが隠されて、ヒントだらけですね、本当に。あの街は、はい、まあ、ここにハンドルを持ってそのまま花束にする時もありますよね、はい、今日は後から花束をポンと入れて、そうですね、はい、花なくてもなんかオブジェとしておしゃれかもしれないね、はいはい、結局、まあ、というかな、お客さんが楽しみながら家でお花を飾れるっていうのはすごく大事なことなので、ちょっとそこを一番意識してやってみました、はい、楽しむということですね、はい、と同時に、また後で僕アレンジメントをやるときも、はい、いつもやっぱり自分の中で作る花のストーリーっていうのがあるんですけども、はいはいはい、今これ枯れてるものと生き生きと青々しい綺麗なもの、どうしてもこう僕たちっていうのは花に人生観みたいなものですごく求めてて、熱い男の若い力を枯れたお年寄りたち、枯れたって言ったら分かるけど、お年寄りの皆様に支えていただいて、これ今の本当に僕世の中だと思ってるんです。でそういう時代の流れの中で今僕はこの一場面にいると思いますので、この、僕なりのストーリーで、先輩方に守っていただいて、今僕らは輝いていけるっていう。先輩があってですね。はい、先輩があっての私で。はい、先輩があって、輝いていましたね。すごいテーマがね、本当に詰まってくるんですね。結構こんな顔していつもいろいろ考えてるんですね。まあ、顔じゃないからね。はい、はい。いや、また素敵ですもんね、加藤さんはね。うん、加藤さんどうです？仕上がりの方は。もうこんな感じで。完成ですね。はい、はい、そして勝負していくですね、はい、はい、もう森さんもアレンジの方をね進めていらっしゃいますが、アレンジのところもですね、はい、作るポイントなどはあるんでしょうかね、はい、森さんいかがですか、アレンジを作る上でのポイントなどはありますか、ポイントですか、はい、またオアシスの位置というか、そこは主役と言っていいんでしょうか、そうですね、はい、人がね見た時にバッと思うような感覚、うん、それを何とかして相手に伝える、はい、そういうことが僕は大変大事なことじゃないかなと思ってます、はい、まあ多分スポンジに今花いてるんですけども、この竹の部分ね、ダブルでこう挟んで弓の字、弓のように作ってもらってあるんですね、はい、この部分というのは綺麗な空間になってきますから、はい、このベースといいますか、この石を使ったり木を使ったり、それこそ竹を使ったりというところも ね斬新というか、はい、とても素敵ですよね、ここでちゃんと竹を込めて、で、まあ、見えるかな、タコ糸でね支えてるのね、はい、全体の空間のバランスというところもポイントになりそうですよ ね、はい、まあ森さんがちょっと和っぽい感じで行くのかな、はい、和の雰囲気かな、うん、送られるから、そうかもしれませんね、僕のね、生活環境の中から、うん、素材とか素材を見つけ出して、はい、でそれを、まあ、作品に、しようというのが私の考え方なんですけどもね、はい、ただ物を完璧にいけるんじゃなしに、この自分の身の回りにあるものから物事を始めるというものの考え方なんですけども、なかなかうまくいかない時もあるんですが、バランスをとるのちょっとおかしくなったけどね、うまい、止まった、その流木で止まったのかな、はい、ということでね、いやいや、この緑だけでもいろんな色味が楽しめるというか、ほんといろんな表情本当に綺麗な枝物も、そのラインを綺麗に取るよね、森さんね、すごい綺麗なラインになってる、これはどこから見ても美しいっていうのがありますもんね、これが難点で、庭にあるところをみんな切ってきちゃったって感じかな、